店舗 B の田島です。まあ、不動産の価格ですが、まあ、不動産には同じものが存在しないので定価がありません。まあ、取引ごとに金額が決まります。まあ、そして、まあ、その金額の算出方法は、まあ、収益還元法、積算法、まあ、取引事例法、まあ、この3つがあります。まあ、特に、まあ、ロードサイド店舗のような収益物件の売買では、まあ、テナントの家賃が不動産の価格に影響を与える収益還元法によって不動産価格が決まります。まあ、今回の動画は、まあ、そんな収益還元法についてです。でまず簡単に3つの不動産価格の算出方法について説明をします。まあ、1つ目が収益還元法です。で収益還元法は、まあ、対象とする不動産が、まあ、将来生み出すであろうと期待される収益をベースとして不動産の価格を求めます。まあ、この方法は、まあ、ロードサイド店舗以外にも、まあ、アパートや賃貸マンション、まあ、テナントビルなど、まあ、投資用の収益物件を査定するときに利用されるのが一般的です。まあ、収益還元法は、まあ、その不動産にどれだけ稼ぐ力があるのか、まあ、これをもとに算出するので、まあ、積算法では価格が高く出ていても、まあ、収益還元法では価格があまり出なかったり、まあ、逆に積算法では評価が低くても、まあ、収益還元法ではかなり高く評価される、まあ、こういう物件もあります。で2つ目が積算法です。まあ、積算法は、まあ、銀行の不動産評価などに利用されて、まあ、相続税路線価や工事価格をもとに算出され、まあ、土地と建物の価格を合計します。で3つ目が取引事例比較法です。まあ、取引事例比較法は、まあ、中古住宅の評価をするときに利用されて、まあ、周辺の取引事例をもとに算出され、まあ、対象の不動産と似ている物件の、まあ、実際の取引事例を比較検討します。まあ、これら3つの不動産価格算出方法のうち、まあ、ロードサイド店舗をはじめ、まあ、賃貸マンションやテナントビルなどで最もよく使われている不動産価格の算出方法が、家賃収入をベースとして不動産価格を算出する収益還元法です。で具体的に収益還元法は、次のような計算式で不動産の価格を求めます。1年間の家賃収入割る還元利回りイコール不動産の価格。1年間の家賃収入っていうのは月額家賃の12ヶ月分です。でローズサイト店舗の場合、まあ、建設協力金の相殺分を差し引いた、まあ、テナントから振り込まれる家賃を実質賃料とする場合もありますが、まあ、多くは契約上の家賃、まあ、つまり表面賃料で計算します。まあ、還元利回りっていうのは不動産がもたらす投資利回りのことです。まあ、簡単に言うと何パーセントで買いたい人がいるかという値です。でこの何パーセントで買いたい人がいるかっていうのは、まあ、周辺の取引事例や、まあ、現在売り出されている物件の利回りをもとにして知ることができます。まあ、例えば、まあ、土地が300坪、まあ、建物が50坪のコンビニエンスストアがあって、でこの家賃が80万円だったとします。でこの物件が還元利回り 6% で売ることができるんだったら、まあ、この物件の土地建物の価格は、まあ、80万円の12ヶ月分を 6% で割ると1億6000万円。まあ、価格は1億6000万円ということになります。で仮にコンビニの家賃が70万円に下がれば、まあ、70万円かける12ヶ月を 6% で割って1億4000万円。逆にコンビニの家賃が100万円で貸すことができるんだったら、まあ、100万円かける12ヶ月を 6% で割って2億円ということになります。まあ、つまり収益還元法の考え方っていうのは、家賃収入が多ければ、まあ、たとえ同じ土地同じ建物であっても、まあ、土地建物を高く売ることができるっていうことです。でもっとわかりやすく言うと、還元利回りが 6% だったら、まあ、家賃が10万円高くなれば物件価格が2000万円上がって、まあ、逆に家賃が10万円低くなるんだったら物件価格が2000万円下がるっていうことになります。まあ、このようにして、まあ、売り主は家賃が高ければ物件が高く売ることができるっていうように考えます。まあ、では逆に買い主は家賃が高ければ
高い価格で物件を購入して問題がないのでしょうか。まあ、私は問題があるというふうに考えます。まあ、なぜなら今のテナントが、まあ、いつまで継続して営業するかがわからないからです。まあ、通常ロードサイド店舗の賃貸借契約は、まあ、賃貸借の契約期間内であっても中途解約は可能となっています。まあ、テナントはペナルティさえ払えばいつでも解約することができます。まあ、つまり契約期間が決められている物件でも、まあ、その期間の間テナントが営業を継続するっていう保証はどこにもありません。まあ、そしてテナントが退店をすればその物件は居抜き店舗として後継テナントを募集して次のテナントに賃貸することになります。まあ、ですから、まあ、ロードサイド店舗の収益店舗を購入するのに、まあ、今の家賃だけで購入価格を決めるのではなくて、まあ、居抜き店舗として次のテナントに貸した時にいくらの家賃で貸すことができるか、まあ、このことを考えて購入価格を決めることが大変重要です。まあ、テナントが退去した店舗を、まあ、居抜き店舗として貸し出した時に、まあ、家賃が大幅にダウンする業種があります。まあ、それはコンビニエンスストアと家族層です。でもしも、まあ、コンビニや家族層の収益物件を、まあ、収益還元法によって購入価格を決めて購入した場合、まあ、テナントが中途解約して退店するっていうことになると、まあ、当初の予定が、まあ、大きく変わってしまうことになります。でたまに私のところに、まあ、ロードサイド店舗の収益物件の購入を検討されている方から、でこの物件を購入したら、まあ、将来テナントからの値下げの交渉をされますか、まあ、このような質問をされることが実はよくあります。まあ、はっきり言って、まあ、テナントの賃料が下がるかとか、まあ、中途解約をされるかのような予測をするのは無理です。まあ、どの場合でも、まあ、可能性があるとしか言いようがありません。まあ、けれどもこの物件が居抜き物件となった場合の次のテナントにいくらの家賃で貸すことができますか、まあ、この質問には明確に答えることができます。まあ、それは家賃に相場っていうものがあるからです。まあ、収益物件を購入するときに、まあ、不動産の稼ぐ力をもとに物件価格を決める収益還元法は、まあ、理にかなった方法だと思います。まあ、ただし契約期間中テナントの家賃が保証されているわけではありません。まあ、賃料が下がる心配もありますけど、もっと気をつけなければいけないのはテナントが中途解約をすることです。まあ、そしてテナントが入れ替わると、まあ、大きく家賃が下がってしまう物件と、まあ、家賃がさほど変わらない物件があります。まあ、ここを押さえた上で収益店舗を購入することが、まあ、失敗しない投資につながると思います。まあ、ここで一つ PR をさせてください。まあ、デラックス大家さんの会主催で、まあ、講演会をさせていただくことになりました。まあ、ロードサイド店舗の土地活用と、まあ、収益店舗を所有するコツなど、まあ、今までこの YouTube チャンネルでお話ししてきたこと、まあ、そして、まあ、動画では話すことができなかった裏話など、まあ、今までの講演会ではあまりなかった、まあ、ロードサイド店舗に特化した、まあ、地主さん、家主さん、そして投資家さんに向けた講演です。まあ、日時は2025年1月25日の土曜日14時から、まあ、会場は大阪市の NLC 新御堂ビルです。まあ、この動画の視聴者さんや、まあ、一般の方も、まあ、誰でも参加していただけます。まあ、講演の詳しい案内は概要欄に記載しておきますので、まあ、ぜひそちらをチェックしてみてください。まあ、これからも、まあ、この動画チャンネルでは、まあ、地主さん、家主さんに役立つ情報を定期的に配信していきたいと思います。まあ、よければチャンネル登録をお願いします。また動画に対して質問などがありましたらコメント欄にコメントをいただけますとコメントを返信させていただけます。まあ、概要欄に、まあ、当社のホームページアドレス、メールアドレスの方を貼っておきますので、まあ、そちらの方にメールをいただいてもメールを返信させていただけます。